は即日を迎えてですね、基地はおそらくなくなるでしょうと、この段になるという思いでですね、迎えたんですけども、これも日本の全保障条約に関わって、引き続き援助を提供してくれないということで、1565年間ですか、地権者はいろんなですね、事件事故もう我慢してですね、今日まで迎えたんですけども、一番重視しているのは、私今までの日本の平和経済がですね、はい、あったのは我々沖縄地権者がそれだけ基地を提供したおかげでね、安心してそういう先生方も、国づくりがね、できたと思うんですね。そういう意味でも私も私たちが地権者が基地を提供したおかげで日本の 今日の経済不安、安定もあり得るということも含めてはですね、自称しておりますけれども、その間に国の責任を持って後でも頑張ってくださいということをですね、ぜひと思いました。現場を見ますとね、まさに町の真ん中をこの普天間の基地が、占めているわけですから、安全という意味、あるいはそれから生活の騒音ですね、こういう面から見てもこれはもう早急に解決を図らなきゃいけない、それから、町の発展という意味から とっても非常に大きな意味があるんではないかなと思いますね。佐古合意から始まる一連の過程は、そういうことをやりたいということで、いろいろ積み重ねてきたわけですけれども、これをそのもう一回どういう方向で、打開していくのか、これはまず第一にやっぱり地元の方々との対話をしっかりやって積み重ねていかないと簡単なものではないと思うんですね。そのことは我々また国会でもしっかり言っていかなきゃいけない。